詩人層っていうらしいの。去年の合宿中に女子部員が一人行方知れずになっているんです。謎の脅迫状、湖畔のペンション、行方知れずの女子部員、興味のあるお話では。僕は一度も犯人を当てたことがないんです。面白いことが起きそうだ。この事件は前代未聞の密室殺人なんだよ。私たちの中に犯人がいるんだ。見てみろ。いただきます。大事なのは推理を働かせることだ。なぜここにあるのか。それはなぜでしょう。田村君。はい。話がある。これまでに分かったことを整理しておこう。では参ります。どうぞ。あの剣崎ひる子とかいう女には注意しろ。もしかして私のこと疑ってる？可愛い。何が起きたんだ。僕にもさっぱり分かんないです。わあ、みんなを殺す気か。私じゃない。このまま死にたくない。どうなってんだよ。目の前で起こった出来事によって未来に何が起きるのか君にも分かるはずだ。何ですか。詩人層の殺人。犯人ってまさか。